やっと政府が動いたね。ガチャ、あちまろじょー、あちらじのお時間です。はい、今日はお休みということでね、まあちょっといろいろ自分の一人の時間ができたので、ちょっとまあ家でねビール飲んでもいいんですけど、なんかまあそれはねちょっとあまりにもなんかあれじゃないですか、あまりにもねそれはぐーたらしすぎやなっていうので、まあ一人の時間がねちょっとできたので、さっきジムに行ってきてね、ジムに行ってきて体を動かしてきて、でまあ帰りにねちょっと動画でも撮って帰ろうかなみたいな、そういった充実した日にしようかなっていうので今動画を撮ってるわけなんですけど、皆さんどうですか、どんな休日をお過ごしでしょうかね。私はまあいろいろ家庭内でねまあいろいろなことがありまして、またこれはねおいおいちょっとまとめて動画にしたいなっていうので、あれなんですけど、まあごっちゃごっちゃしてまして、でまあなんやかんやってなんやかんやなんですけど、はい、ということで、まあそういったプライベートなこともね赤裸々に語りつつ、こんなことまで語るっていうぐらい語るのが僕のこの80ラジオなんで、ぜひその辺もね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということでチャンネル登録をよろしくお願いします。ポチッとするだけでいいんですよ、皆さん。難しいことは何一つ言っておりません。ポチッとしていただくだけで私のこのモチベーションが非常に上がりますので、もう、お願いします。時間もお金もかからないのでね、ポチッとよろしくお願いします。ということで、あと、こうやったらね、こうやったら皆さん、経過物で稼げるんだよっていう、記事も書いてますので、ぜひ概要欄からね、その辺も、見ていただけたら嬉しいなと思うんですけど、はい、今日は何を喋ろうかなっていうので、2024年問題あるじゃないですか。これがね、2日ぐらい前に、なんか総理の偉いさんじゃない、岸田総理と物流業界のトップの偉いさんがね、なんか話し合ったみたいなんですよ。2024年問題どうするよみたいな、ね、どうしてやっていく、なんかいい案ないみたいな感じで、なんかそういった話し合いをしたらしくて、その結果というかね、まあこうしていこうかみたいなことが、こう Yahoo ニュースにね、取りまとめられてたので、ぜひこれは動画にしないかんということで、今僕は動画を撮っているわけなんですけど、その物流業界の偉いさんの中に、確かね、ヤマトの社長がいたような気がする。なんかね、この人たちが出てますみたいな、このなんか一覧みたいな、なんかあったんよ。その中に、確かね、ヤマトの社長さんが、まあヤマト運輸はほら出てくるよね。物流業界のトップっつったら、まあもちろんヤマト運輸は絶対出てくるんですけど、ヤマトさん入れたらあかんて。そん中にヤマトさん入れたらあかんて。もう、だってもうめちゃくちゃのこと言われるかもしれんやん。怖いやん。はい。なんかまあ、でも入れんわけにはいかんよな。いろいろさ、物流業界のトップって言ってた、大手ヤマト運輸がさ、最大手やん。そんなヤマト運輸がね、まあいい品っていうことはまあ絶対ダメなんですけど、でもまあ発言権もあるやん、ヤマトってさ。だからまあ、岸田さん、こうしましょうよ、みたいなね、すごいなんかことを言いそうでさ、で岸田さんも、おう、じゃあそうしようか、みたいな感じにさ、なって思ったらさ、もう物流業界からなんか終わりやん。だからまあちょっと怖いなと思ってたんですけど、まあまあまあなんかね、まあまあいい方向に話が進んでみたみたいな感じで、まあ、ヤフーニュースにね、なんかまあ上げられたんですけど、まあ早速ね、ちょっとどういったことが起きたかっていうので、まあヤフーニュースの方をね、ちょっと読んでいきたいんですけど、政府はね、16日、おとといぐらいですかね、トラック運転手の人手不足で物流危機が懸念されている2024年問題ですね。こちらの対応を盛り込んだ中長期計画をまとめたと。物流効率化などによって、令和12年度までにトラック運転手1人当たりの荷待ち、荷役時間を年間125時間以上削減することなどが柱になると。適正な価格転嫁などを通じて、6年度に 10% 前後の運賃の賃上げを目指す方針も打ち出したと。岸田総理もね、強い意欲を持っていると。2024年問題は年々深刻化すると。で、産業界とかね、消費者、政府が同じ危機感を持って取り組まなければならないということでね、物流業界のトップらとの意見交換の場で、物流改革への強い意欲を示したということで、まあ岸田さんもね、まあまあまあそう書いてるだけで、実際どこまでのね、あれかわかんないですけど、でもまあこれは、ほんまに、なんやろ、強く取り組まんと、もう、2本終わるんで。
日本終わるは言い過ぎかもしれんけど、でもまあね、まあ、経済が絶対に回らなくなるので、これは本当にね、強い意欲を示して、どうにかしてほしい問題なんですけど、で、この物流のさ、なんか輸送能力があるやんか、これがさ、なんか、大体 30% 以上ね、不足されるって言われてるみたいなんですよね。ですよね。ほんで、この輸送力が 30% ぐらいを、こう、失うってとんでもないことやんか。もう、とんでもないことやん。スーパーとかにさ、もう商品ないやん、みたいなさ、もう全然ないやん、みたいな、コンビニとかスーパーとかそういうところにも商品が全然届かないよ、みたいな感じになってしまうやんか。だからそういったことが、もう分かってると、このまま行ったらそうなってしまうのが分かってるから、この中長期計画にはね、この輸送力、この不足を補うための具体な策を盛り込んだっていうことで、荷待ちとかね、荷役時間の削減に向けては、仕分けとかさ、仕分け作業とかを、こう、自動化した倉庫とかあるやんか、そういうのとか、無人フォークリフトとかの、そういったのを、投資を支援するってなってるんですよね。で、僕もその、倉庫の仕事してるんですけど、やっぱ、いろんな、こう、横のつながりでね、まあ、もう、数多くの倉庫とか行かしてもらうんですけど、もうどんだけってやろう。もう何十社って、こう、見させてもらって、やっぱそれぞれね、なんかいろんな対策をされてるんですけど、ほとんどね、なんかこう無人が多いですよね。なんかパレットをもうそこにポンと置いたら、ボタンをね、こうピピピって操作したら、なんか自動でビャーってなんかこうその場所に保管しとくみたいな。で、その商品が欲しかったらピピピって操作したら、そのパレットがね、選択されたバレットがビーってね、手前までも降りてきて、でこれをリストで救うみたいなね。お前なんか、そういった、なんかもうほとんど無人で、管理できるというか、そういう倉庫も非常に多くて、あんまりこの手作業で実際パレットから荷物を下ろして、なんかまあ管理するみたいなのが、まあ、あるにはもちろんそういうとこもいっぱいありますけど、そういった設備が整ってない会社っていうのも多くあるけど、でも最近はね、こういった無人のやつを取り入れようとしてるっていうかね、なんかそういうのにすごい意欲的な、企業さんが非常に多くて、だからまあ、この2024年問題のね、まああれもあるんでしょうけど、で、さらにこれをね、まあ政府がね、支援するっていうので、あと無人フォークリフトとかもあるっすよね。なんかそういうところも勝手にピーって行ってくれて、勝手にピーって救ってくれて、ね、指定のする場所に置いてくれてみたいなね。そういったのも、なんか、投資をね、支援するっていうので、非常に企業さんとしては、取り入れやすいですよね。まあもちろん効率もいいし、まあいいことしかないよな。いいことしかない。だからもうそれやったらもっと早く言ってくれよみたいな企業さんももしかしたらいるんかもしれないですけど、もう自分らでやってもうたって、みたいな。あとは、やっぱり運賃ですよね。まあなんと言ってもやっぱ運賃なんで、そこがね、悪かったから、というかそこが悪いから結局人手不足につながってるわけじゃないですか。まず一番変えんといけないのはそこの運賃の部分で、その運賃の部分に関して、運賃とかまあ給料ですよね。この部分に関しては、運賃の目安として示す標準的運賃は、6年度に現行水準から平均 8% 引き上げると。で、さらに法規制で、法の規制ですよ。法規制で、荷造りとか仕分けなどの運送以外あるじゃないですか。そういった料金もしっかり受け取れる環境を整備し、10% の賃上げにつなげるという書いてるんですよね。まあ10% かよみたいなお声もあるかもしれないですけど、とりあえずはいいんじゃないかなと。まあもちろんね、ゼロより絶対 10% 上がってる方がいいんで、まあとりあえずはいいのかなと思うんですけど、やっぱりね、僕が思う、まあ個人的なあれなんですけど、このすっごいグレーな部分と言いますかね、そのトラック運転手さん、まあこのトラック運転手の会社にもよるんでしょうけど、すごいグレーな部分で、運転手って運転だけしてればいいっていう会社ももちろんあるんでしょうけどね。もちろんそういった会社もあるんですけど、僕の感覚ですよ。いろいろな、こう、見させていただいて、本当に何十社って回らせてもらってね、お付き合い横のつながりで見させてもらった時に、ほんまに、運転だけをしてる人、ほんまにトラック運転手としてだけ、その仕事だけをしてる人って、その会社って、ほんまに1割とか、そんなレベルな気がします。ほとんどのところは、運転以外のこと、だからそういった荷造りとか、仕分けとか、
そういった自分で荷造りして、自分でそういったあの、いろいろ倉庫行ったらね、バーってこう、もう商品がバーっていろいろあって、その中から自分の、その運ばなあかん、積まなあかんのを自分で探してきて、運転手がね、運転手が自分で、あの、大体まあ、まあ、A っていう場所にあったら、その A っていう場所から自分で、例えばリフトを持ってきたりとかで、運んできたりとか、ハンドリフトで持ってきたりとかして、自分のね、トラックのところまで持ってきたりして、それで自分で積み込むみたいなね。だからそういった仕分けとか、なんかそういう、ほんまに運転以外の仕事は、なんかね、あんまりないんですよね。僕の感覚ですよ。僕が見た会社がたまたまそうなんかもしれないですけど、なんかだから運転手やりたいなみたいな、トラック運転手やりたいなっていうイメージでトラック運転手をやると、なんかまあなんかこのリフトマンがね、こうパレットでこうパンパンパンって5枚ぐらい積んでくれて、積み終わったらなんかこうまあサインしてね、はい、ちゃんと確認しましたみたいな感じでサインして、またバーって走るみたいな、そういった会社はほんまにね1割ぐらい僕の感覚ですよ。だからね、すごいグレーなんでしょうけどね。いや、運転以外の仕事もしてるやん、みたいな。じゃあ、それはちゃんと、別料金くれよってなるやんか。当然ね、当然なって当たり前の話なんよ。だって運転以外のさ、言うたらなんか、そんな聞いてへん、みたいな感じやけど、でも会社としては、いやいや、それも込みで、トラック運転手やから、みたいな感じでね、こう、こう、突っぱねてるというか、言い切ってやんのよ。いや、それも込みやし、みたいな。自分らで、自分らで持ってきてね、トラックまで持ってきて自分らで積み込むっていうのもトラック運転手の仕事やでっていう会社さんもあれば、ほんまにね、何もせずにこうそこの場所に着いたら、ね、観音とかウインカー上げて待ってたら、そこのね会社さんのリフトマンがこうパレットを5枚積んでくれて、あ、積み終わったら、あ、積みましたよみたいな感じで言われたら、ちゃんと積んでるか確認してね、運転手が、あ、積まれてますね、ありがとうございます、じゃあここにサインして、はい、行ってきますみたいな感じで、ほんまに走ってるだけの人っていうのはほぼいなかったです。はい、僕の感覚ではほんまに1割ぐらい、だいたいみんななんかしてるだいたいみんな運転以外の仕事をしてる、荷造りしてる人もいますし、自分らで荷造りもして、自分らで、全部ね、仕分けして、運ぶ荷物をね、積み込まなあかん、自分のトラックに積み込まなあかんの自分らで用意して、自分たちで積み込んで、走るみたいなね、そういうところもあって、で、聞いたことあるんですよ。これは、料金出てるんですかってね、そこの、会社さんの社長に聞いたことあるんですけど、これって、そこまでさせるみたいな。だから倉庫人員なんよ。運転手兼倉庫人員なんよ。そこまでさせるって話やんか。だから、これって倉庫の人間がやる仕事じゃないのっていうのもトラック運転手がやってたりして、これって別料金に出るんですかって俺はそこの社長さんに聞いたことあるんやけど、まあ当然出えへんって言われるわね。いや、込みやし、みたいな。込みで、まあ、求人かけてるというか、込みの給料払ってるって言われるんやけど、まあ、給料、求人、そこの求人出てるのを知ってて、そこの求人見たことあるんやけど、全然安いよ。全然安い。長距離とかで、そんだけやって、フルでやってもね、なんかまあ、月給35とかなんですよね。うん、だからまあ、それがいいのか悪いのか、まあ、個人によるんかもしれない。10トンですよ。10トン。4トンとかじゃなくてね。だから10トンで、大型で、そこまでやって、35とかなんですよね。だからまあ、それがいいのか悪いのか分かんないですけど、普通の運転士だけやったら、まあ大体そんなもんかなって思うんですよ、給料的にね。まあ大体まあ、月給35、まあそれぐらいかと思うけど、自分らで、運んできたのを自分らで全部下ろさんとダメなんですよ、そこはね。だからそんなんまでさせるみたいな。自分らでパレットを持ってきてですよ。リフト乗って、パレット持ってきて、手下ろしで、全部でバラ下ろしとかしてあるんですよ。で、下ろしたパレットあるじゃないですか。それをまたね、倉庫でね、戻すんですよ。パレットごとポンと戻すんじゃないよ。これを指定の位置に、一個ずつ、手下ろしでね、下ろしていかるよ。それはさ、倉庫の人間の仕事や。そっから先はさ、と思うんやけど、そういうのもしてね。で、次積み込むのも自分でピッキングリスト見て、どこどこにあるからっていうのをこの書いてあんねんか。A の位置にあるみたいな。この商品は A の2にあるみたいなのをこのピッキングリストを見て、自分らで全部ピッキングしてきて、自分らで積み込むよ。めっちゃ時間かかるやん、そんなさ。それって、
倉庫の人がやるんじゃないのって思わず言ってしまったもん。で、思わずこれって料金出てるんですかって聞いてしまったけど、出てませんと。だからこの、あの、新しいね、法規制、もう規制よ、は、あの、そういうのも、あの、賃上げにできるっていうかね、そういったお金ももらえるって書いてるけど、払う会社が、だ、どんだけあるかなっていうことじゃないですか。こう書いてるけど、あの、なんやかんやね、あ、いや、これ込みやからみたいな。これ込みの給料やからみたいな感じで、なんかまあ、結局ね、そうなって、賃上げにつながるのかな。なんかまあ怪しいなと思うけど、まあ何もやらないよりかはね、こういった政府がね、まあそういった動いてくれてるっていうのは、まあ何もないよりかは当然いいじゃないですか。じゃあそれが実際にどこまでの効力を発揮されるかっていうのは、まあ実際やってみないとね、まあまあ実際4月になって、そこから、まあ用意どんでやってみないと一体どういったことが起きるのかっていうのは、まあ、ね、考えてるだけじゃ実際やってみないとわからない部分があるんで、まあやってみてね。ああ、やっぱりな、みたいな。ああ、ああ、ああ、やっぱりな、みたいになって、で、まあそっからさらにね、焦り出すんじゃないかなと思いますけど、まあでもいろいろな、本当にね、企業さんもね、僕だから荷主の今立場でね、仕事してるんですけど、まあ本当にいろいろな、この、なんだろうね、指摘ありますよ。まあこの荷待ちの時間あるじゃないですか。この2024年問題のね。この荷待ちの時間を、なんかまあ減らすというか、そういうなんで、で、うちからね、お客さんの、その、倉庫とかにね、入れるんですけど、そこのお客さんの倉庫が持ってる自社のトラックがあるんですよね。自社のトラックの自社便を使えっていうのを、すっごいこう、言われるんですよ。僕らの、地元のね、運送会社さんに、いつもね、依頼してるんですけど、そういうところを使うんじゃなくて、自社の瓶を使いなさい。使ってください。みたいなね。すごい営業をかけてきゃあるんですよ。でもね、めっちゃ高いんですよ。めちゃめちゃ高くて、こんなん使えるかっていうね、運賃をこう言ってきゃあるんですよ。まあ、2024年問題のこともあるから、運賃をね。でもね、他のところよりね、15% とか高いんですよね。運賃が。使えるかって話やんか。今使ってるところより運賃 15% 高いんやんか。使えるわけないやん。いい、使いません、使いません、みたいな。今、契約してるところ、もうずっと長い付き合いでやってもらってて、うんちも安いんでそこ使いますってなるやんか。じゃあ、自社の瓶を使わないのであれば、お宅の会社がね、こう来たところで、おろせんのは、多分まあ、早くて11時とかですかね、みたいな感じになるのよ。まあ、大体を早くて11時、も遅かったらまあ、昼回りますね、みたいな。それまで、荷おろしできません、みたいなね。ずっと待っといてもらいますみたいな。8時とか来てもらっても、いやいや待っといてもらいますんで、みたいなね、感じなんよ。で、自社便を使ってくれたら、その人たちの自社便を優先的に下ろしていくので、他の他社の便は、その自社便が全部下ろし終わった後に順番に下ろしていきますみたいに言わんねんか。はぁ？はぁやんか。はぁ、だから、結局、自社便を使えってことね。これで、いえ、使いません。それでもね、うちの元々いる、もう、わかりました。もう11時とかでも、昼からでもいいですわ、みたいになると、やっぱそんなんさ、2024年問題もあるからさ、今、普通やったら、8時とかからね、おろし、荷おろしできてたら、普通にそのまま下道で帰ってこれたのを、結局高速を使って帰ってきてもらわなあかんくなるんよ。もう間に合わへんからね。こっちに戻ってきて、またトラックの、またこっち戻ってきてまた積み込んだりしなあかんからさ、戻さなあかんわけよ。関西の方にね。そうなってきたら下道なんかではもうとてもじゃないけどね。間に合わへんから、結局高速を使って戻すことになるから、トータル的に見たら高くなるのよね。このところの自社便を使わへんかったら、やっぱりね、高速を払わなあかんから、そうなってきたらトータル的に、高くなるから、それやったらね、自社便使った方が、ほら、お得でしょってなんだよ。早く下ろせるしね、料金も安いみたいな。ほら、自社便使いなさいよ、みたいなね、感じで、こう、営業めっちゃかけてきよんのよ。うまいことにね。すごない。せこいやん。そんなんさ。でも、そんなん、何も言えへんわけよ。お客さんやし、契約切るわ、みたいなね、そんなんね、言えへんしさ、すごい年間ね、何億っていう、そこで、ね、まあ、売り上げ上がってるわけやから、そんなんでね、じゃあ、もうそんな腹立つ、契約切るわ、みたいな、そんなんとてもじゃないけど、できへんから、結局、自社便を使わなあかんのよ。で、まあ、運賃ね、さらに 15%、
ぐらい高いその自社便をね、そこの会社の自社便を使うことになるんやけど、まあでもいろいろ考えよるな。ほんまに。でもまあ向こうからしたらね、メリットやな。運賃 15% 上がるから、ね、自社便を使ってもらうことによって上がるからさ、その分さ、ドライバーさんとか、この向こうの企業に収入として入るわけよ。使わへん会社やったらさ、もうほんなもん昼からとかやで、おろしができんのって。ほんなもん無理よ。絶対高速使って帰ってきてもらわなあかんやん。近かったらいいけどさ、ほんな近い、全然遠いところだからさ。結局そういうなんで、こういろいろなね、なんかこう考えようのよ。ほんまになんかもうそういうなんでね、もう疲れる。ほんまにそれで産んでさらにね、俺はその社長からさ、なんでお前こんな経費かかってんねんって言われんねんで、知らんやんって話しちゃう。ほんなもん無理やんって話やんか。じゃあお前がやれやってなるんやけど。この2024年問題もあるしさ、そんなお前なんでこんな経費上がってんねんみたいに言われてもさ、もうどうしようもないんやって。それでな、めちゃめちゃ怒られんのよ。こんなん言われてもさ、知るかって話でさ、もうなんか疲れてきてな。いろいろこの問題で。ほんまになんか、まあ運送業者もさ、すごい大変なわかるけど、まあ荷主も大変やで。ほんまに、この対応っていうか、いろいろな、なんかほんまね、お客さんによっていろいろな対応してきやるから、それにね、こう、合わせて、やっぱやっていかなあかんからさ、まあ、大変なわけですよ。はい。今日はね、なんかまあ、だらだらと、ちょっとまあ、愚痴混ざりつつね、まあ、やってますけど、どうですか皆さん、2024年もで、もう4月なんでね、まあ、もう始まりますけど、でもまあ、政府としてはね、やっぱり、まあ、ちょっとどうにかしようという動きは、あるんで、まあ、問題となってる運賃ですよね。まあ、ここに関しては、まあ、まあ、上がるのはもう間違いないでしょうね。もうそういう、あれになったんで、まあ、8% から、まあ、平均 8% やから、平均なんでね、まあ、8% より下のところもあったら、上のところもあるっていうことで、もう、運賃はね、引き上げるになってるんで、もう確実に引き上がることはもう確定してるんですけど、まあそれがね、果たして皆さんのお給料に反映されるのかっていうね、そこはちょっとわかんないですけど皆さんのお給料に反映されるのは1% かもしれないですし、 0% かもしれないですし、 10% かもしれないですしね。まあそれぞれの企業によってだいぶ差出てきそうですよね。だからまあ結局それで企業がね、あやったみたいな、ちょっと利益上がるわっていうので、ドライバーさんに払う運賃をそのままとかにしてる運送会社は潰れていくと思いますね。ほんまに余計人手不足になって、潰れていくと俺は思う。結局さ、なんか2024年からさ、どんだけ人をこの確保できるかの勝負になるやんか。なんかどんだけ仕事を取ってくるとかじゃないやん。もう仕事は多分ね、どこの会社もあんのよ。もう定期の仕事はどこもあって、ただその定期の仕事を走れる人がいいんから、結局どんだけね、そのドライバーさんに還元できるかっていうのがね、やっぱそこでこの自分の懐にしまうのか、ドライバーさんに還元できるのかみたいな、やっぱそういったところにさ、やっぱ人はこう集まっていくやん。ちょっとでもさ、やっぱ給料いいとこに行こうみたいな行って、ほんでまあ給料いいから行ったら実際ね、そのなんか自分でピッキングしなあかんとかささっきも言ったけど、なんかそういうなんあるやん。なんかまあそういったところはさ、まあでもだいぶなくなると思うけどね。そんなんしてたらもうドライバーさんがもう集まらへんもん。で2024年問題もあるしさ、その時間のさ、効率化っていうのも出てきてるやんか。だからほとんどがやっぱりもうその手下ろしとか手積みとか、そういうのはなんかもうなくなりそうですよね。もう多分そんなんしてられへんくなるから、結局その輸送効率っていうのを考えた時に、その荷主側もそのこうね、いろいろその手下ろしとか手積みとかしてやる社長さんとかこういろいろこう話す機会多いんですけど、やっぱもうパレットに変えるつってありますね。2024年問題に備えて、もうその効率を考えてね、そんなむっちゃ時間かかるやんか。10トンの1500歳をさ、手下ろしとかさ手詰めとかしてたらめちゃめちゃ時間かかるやん。パレットでやったらさ、やっぱ5枚でボンボンボンってやったらすっごいもうすぐに終わるやん。5分かかるかかからんかぐらいでさ、10トンのさトラックがそんなんで終わるけど、やっぱ手詰めとかやったらさ、あ、まあ、1時間半とかかかるやんか。もうだからね、手下ろしやったらね、また1時間半ぐらいかかるって、結局3時間ぐらいかかるわけよ。だからそう考えると、効率を考えたら、パレットの方がね、まあ、詰める量っていうのは、まあ、やっぱ落ちるけど、
積載量っていうのはね落ちるけど、まあそういうの効率を考えたらそっちの方がいいから、やっぱ今そういうなんでね、社長さんもいろいろ動いてやるみたいで、なんかまあそれでもいいんじゃないかなみたいなね、まあいろいろな対策を皆さん考えてやるんで、だからまあもうその手積みとか手下ろししてるところはだいぶなくなるんじゃないかなと思いますしね、やっぱ運転手さんにとってもだいぶ体楽やと思うんでね、やってられへんで手積みとか、夏場なんかもうほんまにやってられん、あんなもう10トンのさ1500歳のさ手積みなんかほんまにやってられんで、あの天井パンパンまで積んでみたいなさ、1500歳はさ、まあまあほんまにすごいね、頑張って1600歳とかさ1650ぐらい積んでくれる人もいるけどさ、やってられんで、あんなもん、だからそういうのもだいぶ楽になるよねみたいなね、そういうとこやっぱドライバーさんも行きたからへんしね、そういうルートっていうか、そういうお客さんのところに、ここ手積みのとこやみたいな、手積みでやらなあかんとかや、もういやいや行かへんみたいなさ、やっぱそういうのはあるから、やっぱそういうとこもなくなってきそうやし、まあいい方向にね、なってくるんじゃないかなと僕は期待してます。そのまあ給料はね、まあ今まで良かったマックス良かった給料には戻らんかもしれんけど、それでもまあまあ多少はね、こうちょっとずつ戻っていってくれんと、もう人が結局集まらへんからさ、まあ戻すしかないよね、ある程度は。でもその辺もね、期待しつつ、あの2024年問題をね、見届けたいなと。まあこれからまたね、いろいろこの4月につれていろんなニュースがね、やっぱりこうなりましたみたいなニュースがまた変わってくるかもしれないんで、その際はまたこの動画にもしていきたいなと思います。はい、今日もまあダラダラと私の愚痴をね、愚痴と言いますか、こういろいろもっと愚痴らしほしい、俺の愚痴だけで2時間はあるで、ギュッとしてもね、ギュッとしても2時間は喋れる、はい、まあギュッとしなかったら24時間喋れるけど、さすがにねちょっとそれは長すぎるっていうことで、ギュッとして2時間ぐらいにまとめた動画をどっかで撮ろうかな誰が見んねんって話やけど、でも意外と見てくれる人いんやって、2時間っていうのはないけどさ、40何分とか何本もあるかな、俺のこのひたすら喋ってる動画で40何分っていう動画は、まあ何本もあるやけど、でもそれでもなんか視聴維持率っていうのがねんか、皆さんどこまで見てくれたかみたいな、ね、結構いいんよ、なんか 50% ぐらいあんねんか、この視聴維持率っていうのが、だから見てくれた人の 50% 以上は、そのね40分以上の動画でもほとんどね、最後の方まで見てくれてるみたいなね感じで、まあありがたいですよね。はい、そんなに暇なのかだからね、僕の動画って基本的に僕の顔とかその画面とか見に、まあラジオ感覚なんですよ。だからまあもう何か作業をしながら、よくあるよコメントとかで、なんかね女性の方もね、なんでかわかんないでしょ、なんで、しかもね面白いことに全く、その僕結構この経営貨物とかね、運送系とかの、まあ自分のもうその仕事してるからっていうのもあるんやけど、まあその動画出したりしてるじゃないですか。で全くそういう仕事をしたこともないし興味もないのに、八丸さんのこの動画見てますみたいなね、女性の方で、そんな全く興味ないししたこともないのに、何の意味もわからへんのに聞いてますみたいなね方がおられるんですよ。家事をしながら、洗い物をしながらいつも聞いてますみたいなね、そういった方もおられて、なんでわからんけど、そういう世界もあるんだなっていうので、いつも聞いてますみたいなね感じで、聞いていただいてる方もいるらしくて、まあわかんないもんですよね。はい、だからまあ実際やり続けるっていうのが、まあ大事やなと思いましたね。実際やったことない人が俺のこんなさ2、30分とか長い動画をさ見る意味あるって思うんやけど、まあ暇つぶしにね、何かを作業しながら音楽をかけるか八丸ラジオをかけるかみたいな、どっちかや、どっちかやと思う俺はもう、これをね法規制にしたらいいと思うよ俺は音楽か八丸ラジオかみたいな、皆さんね、ぜひともこの、まあ真剣に聞かなくてもいいです、僕の話なんか真剣に聞かなくてもいいんで、まあ何かを作業しながらね、
この暇つぶし程度に、まあ、BGM 感覚で流しといていただくのが一番いいのかなというので、はい、ということで、まあ、これからもね、暇つぶし程度に BGM 感覚で流していただくようよろしくお願いします。これ以上喋ったらね、また一生喋っちゃうんで、この辺で切りたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。